お世話になっております。相変わらずの一人でございます。ではね、また続きやっていきたいと思います。ゴッポンガル沼だっけ、なんかちょっとそんな感じの名前のとこですね。ステージダンジョンやっていきます。はい、ここ火ついてない、火つける臭い場所。あ、こいつ倒せんの、倒せんの、もしかして倒せんのか。あ、倒せないよね。待ってー、やめてー、わかんねえ、いきなりわかんないよこれ。いきなりだってこっちじゃないよね、勝手に開くとこじゃないもんね。だってここまだ行けないの、もしかして。鍵がかかってる、小さな鍵で開けられそうだ。いや、いて、バカした。右でしょ。え、この宝、宝開けらんの、あれ宝開けられんのか。 OK、 ダメか、持てないもんね、持てないじゃん。これ押すとかじゃないもんね。いや、これなんかでもな、なんかありそうだな、これなんか、ま、ないもんね。え、ちょっと待って待って、ここなんもないのここじゃなかった、行くところ。まだここ行けない、まだ行けないの、ここは、ここじゃないの、まだ。どうやってやんだろう、わかんないね。あ、なになになにこれ、魔法の粉また手に入れたね。オッケー。あ、マジか、それか。マジか、そういうことか。魔法の粉であれできんか、ま、やっぱマジかよ、マジか、それありか、マジかよ、それありか。いやー、それはなしだろ。魔法の粉でいけるんかい。いや、それはないわ。なんだよそれ、魔法の粉使うって、こいつさ、応用聞きすぎだろ。なんだよマジ、こんな簡単なことなんかよ。だってこれ魔法の粉、まずちょっとそれだってさ、まあやっぱ大人になったから良くないっすねそれ。固定概念、固定概念が、概念か、それで良くないっすねやっぱり。まさかこんなねことでできるとは思いもしなかったですね私は。こっち行こっかとりあえず。だってさ、ずるくねそれ。あ、持てないか、こいつなんか仲間なんかな。ヘイホーじゃん、ヘイホー。あ、同じように動くんだこれ。だからなんかこいつ、あ、攻撃できないの、え、攻撃できないのこいつに。これはどうすんだ。まあいっか、とりあえずほっとこっか。でもここ意味あるよな絶対。なんかだってさ、いやー、だってそれずるくね、こいつの応用聞きすぎだろっていう話ですよね、はっきり言って。だってめちゃくちゃこの魔法の粉ってさ、便利すぎじゃないですか。さっきの一面でもさ、それ使ったんですから。一面っていうか一つ目のダンジョンでもそれ使ったんですから、ちょっとそれはないよ先輩っていう感じですね、はっきり言って。またここでもくちばし集めないといけないんだ。ここのステージでもくちばしがあるんですね、なるほど。こう、あ、もしかしてこいつって、あー、多分こいつあれなんか、わかったぞこいつ多分。あ、ここか、別にこうやっといて、そういうことか、わかったぞこいつ。もしかして、あ、動かせないんだ別に。あ、無理か。どういうことだ。じゃあこういくでしょ、これ動かせないもんね。こっち行って、こっち行かないといけないから、近くに行っても、あー、攻撃できんだ、マジか、攻撃できんのか。後ろからじゃないと攻撃できないのね、前から攻撃したらダメなのね。なんだよそれ、やっぱ固定概念やばいっすね自分の。基本ダメだと思っちゃうなやっぱり。それ良くないねめちゃくちゃ。あ、だからこれ場所ごとにコンパスがあんのね、そういう感じなんだ。ここもあんだよな絶対。あ、届くんかいこれ、届くんかい。届かないと思ってた勝手にやっぱ良くないな、勝手に思ってましたね。ここ絶対これ届かねえだろと、外からこれやっても、外から攻撃しても届くんかいこれ。マジかよ、やっぱ良くないな本当に。勝手に思い込みが激しいな、思い込み激しくて解けないところ結構あるねこれ。 IQ サプリみたいなもんですよ実際。実際ちょっと無駄が多いぞ本当に。やばい、バカしてる、完全にアホしてんな。来い来い来い、やめて、危ねえ、危ない危ない。ち
っとまたここ火つけんの意味あるかな、もしかして。あ、意味ないか、別に意味ないんかい、ここせっかくつけたのに。こうでしょ、こういってこういって、あぶねえ、危ない危ない。あ、くちばしね、くちばしでもこれなくてもいけんじゃないか、クリアできんじゃない。オッケー、ここは危ない危ない、危ないよ、やめてやめてやめてくれ。こいつにくちばしを入れて聞きたいことがあるんだよ。道を塞ぐ、飛び出たる床、光るクリスタルを叩け。オッケー、まあ、これはわかるよ、そのままじゃん。ここもあるけど、ここはまだっぽいね。ここだって押せないもんね、押せないから下だな、下の右下のとこだね。こっち、こっからさっき行けないと思ってたから勝手に。オッケーオッケー、こいつ倒して、ハート出てこい、ハート出てこないときついわ。オッケー、ここね、ここで、なんだこれ、あ、魔法の粉か。オッケー、ナイス、ここでジャンプ、いいよ。とりあえずこのまま行こっか、とりあえずこのまま行っとい、あ、マジか、落ちた、最悪、死ぬぞ。いやー、死んじゃう死んじゃう。オッケー、小さな鍵手に入れて、それでどうするんだこれ、一応やっと攻撃しとく。あー、バカした、やっちったやっちったね。これなんかタイミング難しいの、ジャンプのタイミング若干難しいんですよね。あ、鍵持った状態から始める、あ、てか一応少ないんだこれ、一応3から始めるって感じなんですね。こっち行って、ここ行って、こう行って、で、兵法倒せばいいんだ。ここで、こう行って、こっち行っといて、こうでしょ?だから、こっちに向かすと、ダメか。こう、こう近づいて、あ、これずらせんの?しかも。あ、OK。行ったね。ここ別に、これでいいんだ。これで。回転蹴りで。そっちの方向向かなくても。回転蹴りでいいんだ。こっちか。これでいいんだ。別に後ろに行って回転蹴りでいいんだ。そういうことね。なるほどね。いや、それは簡単だわ。それだったらいけるわ。一応これ出ましたけど、一応右行こっか。一応右行って多分、でもこれあれか。あれ取らないといけないか。おしおし、戻ろう。戻って、いいよ。地味にめんどくさいんだけども、オッケー、こっち行って、おしゃおしゃ。ここで、右だね。右側のこっちに行って、はい、それでトゲトゲくん。こいつはなんかマリオで出てくるキャラですよね、こいつ、きっと。ここで多分、コンパス鳴ってなかったから多分ないと思いますよね。あれが何も。ここは、倒せばいいのかな?倒せば、よくて。それでなんか言われて、床の模様を一つにすれば新たな道が開かれる。床の模様を一つにする、あ、これな、動かせるやつと動かせないやつがあるんだね、このやつ。どういう仕組みなんだろう。床の模様一つは、あ、こういうことね。どういうことなんだろうこれ。動かせないやつは何なん、あ、またマリオ、マリオだ。なんかマリオっぽいあれですしね、あの BGM。いや、これすごいな。横スクロール的な感じのパターンもあって、本当にすげえな、これは。やべえ、マジかー。ちょっとミスったね。調子乗った。ここで、ちゃんとタイミング見計らっていかないと、こういう横着をするのは良くないですね。横着ゲーじゃないから、これは。完全に。あ、待って、待って、今ジャンプしたんだよ、わしは。わしはジャンプしてるんですよ、これ。でも反応してるんだろうけど、ちょっとスティック押しながらだっていけないんかな。ちょっと、あー、すげえ、これあれじゃん、ドラクエゲーじゃん、ドラクエじゃん。来いよ、オッケー。いやー、怖い、いやー、やばい、捕まれた。マジか、そういう感じの攻撃。もうゴリ押しでいくか、ゴリ押しで、オッケー、いいよ。あ、マジか、あれ捕まんの、あれずるいよ。で、これ使ったらどうなの。
あ、魔法の粉使…食らわないの。来いよ。オッケー、いいよ、ナイス。もうすげえもったいねえ、ゴリ押ししたな、完全なゴリ押しゲーだ。ゴリ押しでいけるゲーだ。あ、オッケー、回復するんだ、しかもこれワープのとこで。これはだから動かせないもんね。いやー、やばい、痛い、痛いよ。またこれ飛んでいくのか、こっち飛んでって、オッケー、こうでしょ、オッケー、いけるね。普通にいっといて、なんだなんだ、吸い込まれる、マジかい。こっから吸、ちょい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 、これ取れないじゃん。なんかこれ時間、あ、時間で来るんだ、時間で来るパターンね。オッケー、早く行けばいいのか。なんだこれ、時間でたらやるだけなの、マップ。やっと地図を見つけた、やっと、余計だよ。てか地図って別にだって見れるじゃん、これ全体の地図が見れてるってことなんかな。すごい、やたら魔法の粉ありますね。オッケー、これ鍵でしょ。ルピーかよ、ルピー鍵持ってたっけ、鍵あったっけな、あったか、あったか。よし、次行けて、テレサだ、テレサ、すげえ、テレサじゃん。あ、これあれか、多分魔法の粉で多分やればこの状態で倒すのかな。オッケーオッケー、それでいけんだ。あれ、これでもコンパスならなかったね、鍵じゃないってことかな。別にパワーブレスレット、壺や岩担ぎ、オッケー、来た。これで一気に進むとこ増えましたね、きっとね、きっと。あー、これで、あー、やっとできた、ゼルダでおなじみの壺投げ。オッケー、やっとできるようになったね、これは嬉しいぞ。いや、これで一気に進めるステージ増えましたね。なんか岩があって進めないところ結構たくさんありましたからね、これで一気に進めましたわ。こっちで多分、ここで掴んで投げろ、ここ行けってことね。オッケーオッケー。でそれでここであるからこうなって、こうなって、オッケー、簡単じゃん、これ取るのめっちゃ簡単じゃん。オッケー、小さな鍵を手に入れた。それでまたこうやんのかな。あ、これ上も歩けんだ、上も歩けんすね、もう全然。あー、待って、これ見え、これなんだよ、これ全然わかんなかった、落ちるとこって見えなかったな。いいよ、こいつ倒して、マリオの敵キャラ倒して、怖いよ、やめてやめて。ここなんかあるかな、なんかあったっけ、こっち、こっちなんもないよ、なんもないっけ、なんもないか、こっちなんもなくて、どこだ、こっちの右か、右、あ、下か、こっちか、ここでなんか鍵、いや、いて、バカした、オッケー、いいよいいよ。ウサギちゃんいるね、ウサギちゃんが飛んでいて、これでなんかあるんかな、ここ持って投げるのかな。あ、届かないか、別に、まあいいや、ここをスルーして、それ行きましょう。あ、周り完全マリオだ、完全マリオだな。あ、しかも踏めんだ、しかも踏めるっていうね、完全にマリオゲじゃん。え、これ本当に原作でもそうなんか、原作でもこれコラボしてたら本当すごいな。どういう、もともとじゃあなんかそういうのいろいろなんか、あ、待って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 、これ落ちるとこ見にくいな本当に。最初大耳の魔物、大耳の魔物、最後ドクロナイト、最初大耳の魔物、最後ドクロナイト、さっきのドクロナイトを大耳のやつを倒してから倒せってことね。だってこれ倒せないじゃん、押せないもんね。ちょっと待って、わかんねえ。オッケー、これで、無理だもんね、押せなくね、どうやって倒すんだこれ。これジャンプして、もしかしてジャンプして、これジャンプして攻撃、無理じゃんこれ、どうやって倒すんだこれ。こっちに行けないよ。あ、動かせんのこれ、動かせるやつどれなの、動かせるやつ何なの。マジか、マジか、粉便利すぎだろ、粉便利すぎじゃね、あぶね、粉便利すぎだろ。あ、持てんの、持てんの、持って何、火に投げるとか、わかんねえなこれ。
待って待って待って、こいつで、あ、オッケーオッケー、火に当てんのかな、やっぱり。待って待って、わかんねえわかんねえ、これ合ってんの、倒し方わかんないね、ボスよりむずいよ、わけわからん。こいつ、ああ、これ倒せんだ、マジか、なんなのこれ。いや全然空しすぎたね、普通にこれで倒せんだ、倒し方がこれちょっとあれだね、分かりにくいな。まあそれがいいとこなんかもしれないけど、オッケー、これで倒せばいいだけだ、これ簡単だよ。オッケーオッケー、ナイス、やっと出た、やっと出たよ、やっと新たなとこ行けた、結構時間かかっちゃったな、ここ。オッケー、開く、いいでしょ、ボスの鍵、オッケー、これボスかな、次ボスかな、ようやく。ここのダンジョン結構時間かかったな。オッケー、次行きましょう。あ、まだまだ、なんだこれで倒すってパターンもあんのか、これ倒せると思わなかったな。ちょっとそういう、やっぱ良くないな、そういうのは、そういう固定概念ね、もう何回も言ってるけど、固定概念は良くない。もうそろそろボスでしょ、でも落ちて、ここ落ちて、いいよ、テク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 、回復したいね、回復したいからそれ欲しいんだけど。あ、え、いけないの、何これ、どういうこと、あちゃちゃ、ミスった、これでダメなの、わかんないよ、さっきなんで動いたんだあいつ、ここでなんか、重さで落ちるってことか、これを持って、あれさっき別に必要じゃなかったような気がしたんだけど、気のせい、それはさっき普通に落ちたような気がするんだけど、あいつは軽くても落ちるパターンのやつだったから落ちただけなのかな。いや、この体力で、あー、ちょっと待ってよ、これだから未だに感覚つかみにくいって、これゆっくり手前のところでジャンプね、ジャンプボタン押してから、多分スティック入力しながらだと無理なんかもしれない。なんだこれ、鍵みたいな、さっきの鍵みたいな見た目の、あ、壺か、あ、こんな、なんかカービィとかで出てきそうな、今度の相手はわしでこっちあるよ、うひょひょひょ、壺魔王すげえなんか適当だな、最初のやつはまだ良かったんだけど、壺魔王ってね、めっちゃ適当な感じだな、名前が。まあ、そこはあんま突っ込まないで置けましょうか。来いよ。来いよ。いいよ。いや、これきつい。きついよ。きついよ。動けないでください。でも大丈夫でございます。生クラな剣でこの壺は壊せない。ここの壁の方がよっぽど硬い。OK。壁に当てろって。あ、そういうことね。なるほど、わかった。うきょきょ、この壺がある限り不死身でございるよ。あ、壺が壊して、それでその後敵を倒すって感じだな、多分。いいよ。いやー、ミスった。あ、ガードできないのこれ。ガードできないんかい。ガードできないんかい。まあ、ガードできたらでも楽すぎか。これ持って、バコーンって当てて、それで、来いよ。来い。いいよ。来い、早く。よし。いいよ、走り回って。走り回って逃げろ。いや、ずっと走ってれば避けれんかい。普通に簡単なパターンかい。簡単なパターンかい。いいよ。来い。簡単なパターンだね。で、こっから、端っこから投げてきた瞬間に。なんだよ、これ別に、そういう難しい避けるやつじゃないんだね。ただこっちに、ずっと走ってれば避けれるだけのパターンの、そういうパターンのやつ。すげえ簡単なパターンのやつじゃん。なんてことをするでござるか、もう許さんでござるよ。あー、怖い、マジか。端っこにいて、オッケーオッケー。いやー、怖い、マジかマジか、すげえ攻撃がすごい、やばいやばいね、これ。どこで攻撃すればいいの、タイミングわからねえ。これ端に避けといて、当たんないから、これ別にこれでよくて、やばいやばいやばい、いやー、最悪、攻撃、無理やり攻撃する、いやー、やばい、端っこに避けてればいいじゃん、楽じゃんこれ、端っこに避けてればよくて、これちょっと厳しい、いやー、最悪、こいつ強いな、地味に強いぞ、きついなこれ、マジか、避けて避けて、攻撃当てる、
おしよし、もう許さんでごじゃうよ。マジか、端っこにいよう。ここ食らわないからね、大体。やばいやばい、逃げろ逃げろ。いいよ、マジか。あー、これなんなの、これなんなんこの攻撃、これ攻撃になってんのかな一応。いや、もうゴリ押しで行くしかないでしょ。ゴリ押しだよこれ。ゴリ押しで行って、やばいやばい、これがきついな。あと1回かな、食らないんかこれ別に攻撃を。なんだこのこうくるくる回ってるやつは、くるくる回ってるやつはこの間になんか。オッケー、倒した。これ前から別に避けなくて普通に相手に対して当たっていけば普通に倒せるんですよね。なんだそういう感じなんだ、なるほどね。オッケー、手に入れた。ハートのこれはなんだ、全部かな、ハートの器。オッケー、増えた。いいね、これで終わりかな。おっしゃー、また楽器かな。楽器今回なんか原始的なやつになりましたね。さっきバイオリンだったのに、ホルンってなんかめちゃくちゃでも原始的な感じだぞ。貝みたいな感じで、最初のバイオリンは結構なしっかりした人間が作ったような感じなの、こっちはなんか結構原始的で昔の人がなんか作ったみたいな感じですけど、まあいいですよ。おっしゃ、これでクリアした、やっとクリアした。めちゃめちゃ時間かかったな、ここのステージへ。すげえ時間かかったわ。草原、草原、草原が待っているということでね、ポエムみたいなまた来ましたよ。さっきはなんだっけ、沼ってたっけな。オッケー、じゃあこれで終わりにしたいと思います。めっちゃかかりましたここ時間、とんでもなく時間かかりました。ゴポンガの沼、終わったということでね、これでここは終了にさせていただきたいと思います。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。Just